はい、おはようございます。不条でございます。今日ですね、今ですね、お蕎麦売れたんですよ。100円蕎麦が。それで、ちょっと、消したりつけたりしてるんで、母ちゃんに、見て。温まってるから見てって言ったんですよ。上見てるんですよ。で、湯気出たって言ったんですよ。この蛇口から、私は煙とか湯気出るかって聞いたんですよ。顔色見てたらしいですよ。顔色見て、怒ってたら、怒らない人、無表情な人もいるじゃないですかね。湯気見ろって言ったんですよ。ということで始まりました。ジオの愚痴から始まる。愚痴じゃないです。母ちゃんは面白いんですよ、本当に。だから、最高なんですよ、あの人は。さっきバナナ食べててですね。バナナは半分にバリッとやってあげたんですよ。バナナ折れるんですよ。やることなかったんでやったんですよ、ちょっとショート動画で。食べないって言ったんですよ。あの、潔癖症だから食べないのかなと思って、飴の口の中にいっぱい入れてました。はい。のど飴を入れていた母ちゃんでございます。のど飴は買うお金あったみたいです。ご苦労様でございます。ということで今日はやっております。今日はくだらない話また始めてきますけども、昨日夕方ですね、お客さんが変なお客さんいっぱいいたんですよ。最近いつも多いんですけど特に多かったし、4時頃来てですね、もう4時頃からもう半額にしてるんですよ。入ってきて、今日は見るだけですからって言うんですよ、女性の人が。で、私ここでこう作業してるじゃないですか。売上計算したり、YouTube のスマホいろいろやったり、編集も一応するんですよ。ブローしたりしてるんですよ、ここで。で、いろいろ考えたりしてるんですよ。メモつけたりとか、こんなことしたらいいのかなとか考えたり、他の YouTube、ここで作業してるんですよ。で、こんにちはって来たら行かないといけないじゃん、そこに。マスクつけて。マスク一応は知ってるんですよ、ここまで。行って、あれ、ガラス2つあるんで、私。あの中に行ってしか喋ってないんですよ、未だに。怖いんで。で、向こうに回って、立ってるんですけど、今日は見るだけですからって言って、ああ、どうぞって、もうこっち来たんですよ。めんどくさいから。で、また言うんですよ。見てるだけなんですけどって言うんですよ。ああ、どうぞって言って。行かなかったんですよ。めんどくさい。めんどくさいじゃないですか。何回も言うんですよ。はい、どうぞ。じゃあ今度またよろしくお願いします。って言ったら、5分くらい経ってまた、見ましたからって言うんですよ。意味わかんないんですよ。何が言いたいのか、喋りたいのか何なのかわかんないんですけど、変な思いですよ。その後また来たのはですね。おっちゃんが来たんですよ。いつも歩いてるおっちゃんが。2回ぐらい往復するんですよ。2、3、もっと往復するのかな。私が気づいたのは2回ぐらい。だから最後に入ってきた時には、今日は見てあげますよって言うんですよ。何を見るんですか。いつもうちを往復してるんですよ。今日は見てあげましょうねって言うんですよ。何ですかこれ、見てあげましょうねっていうのは。見て投げ銭するんですか、お金あげるんですか。見てどうするんですか。たかと思えば覗いて、かと思えばあのデブですね。いつも言いました。昨日いつも業者の方が来ていろいろ YouTube 見た話をするんですよ。そこで話した時に撮ったんですよ。ぽっちゃり系の子豚ちゃんが、豚が通ったんですよ、豚が。あの豚野郎が通ったんですよ。お米屋さん、YouTube 見てるお米屋さん、お米屋さん行ったらダメですけど、YouTube 見てる方が、あの人ですか、お腹割ろうとしてる人って、すぐ分かったんですよ。少年が言ったんです。太ってるじゃないって、もう、ますます太ってると私言ってるじゃないですか。で、しばらくしたら、げっそりした、お菓子持ってる。あの人ですか、げっそりした。だから目の前を通過する本当のことなんですよ。そういうことがあって、ですね、誰とは言いませんけど、その人に聞いたんですよ。まあいろいろ話してたら、私は昔こういろいろやってて、そういう、クラブとか、ディスコとか働いて、黒服だったんだよって、もともとは。まあ沖縄で言えば私の時代に行ったら黒服って何ですかって言うんですよ。で、母ちゃんに聞いたら、黒服って言わないんじゃないって言ったんですよね。わかんないんですけどね、黒服って。すいませんでした。だからわかんないことを平気で使ってて、偉そうに言ってて、サーフィンネタとかつまらないこととかも言って、だからつまらない動画になってると思います。まあいいです。それがまたネタになるんで。で、いろいろお話ししてたら、ちょっと気になってることがあってですね。彼が言ったのは、私の動画を見てて、私の表現が下手なのか、表現が過剰なのか、うちの父親はすごいもんだみたいな言い方してたんですよ。私の表現では。素晴らしい親に育てられてよかったですね。とんでもありませんよ。
私はあの親父をいい親父だとは言ってませんよ。ただこんなことがありました。魚釣ってこんなありました。ギブミーチョコレートって言ってました。いろいろ話してます。確かに親父なんでいい親父ってみんな言いますよ。私あの学生時代にですね、いろんなところでだいたい受かるんですよ。あれなんですか、最後まで行くんですよ。 最終選考まで5人ぐらいとか3人ぐらいまで残るんですよ。で最後落とされるんですよ。でその時に必ずっていうか決まってですね、尊敬する方はって聞くんですよ、ああいうところって。で言えば女の信長とか家康とかいろんなの言えばいいんでしょうけど、例えば話題になって長嶋茂雄とか言えばいいんでしょうけど、私大体父親やってるんですよ。だって自分を産んで自分を育てて自分が大学行って父親しかないじゃん。あれはダメな話って言うんですよ。このなんていうんですかね、こういう面接の世界でそれ使ったらダメだと思う。間違いですよ、あなたたち面接官。それ私が落ちたっていうのはおかしい話ですけども、でもタブーらしいんですよ。言ったら尊敬する人っていうのは近隣にいたらダメらしいんですよ。おかしい話じゃないですか。私ないですから。私は昔の人じゃないですか。あの家康とか本当のことかも分かんないじゃないですか。見てないから現場、私見てないとダメなんですよ。だから母ちゃんにもですね、これ余談ですけど、私ですね、貿易をやっててニンニクの芽がない、何々がない、いろんなところに電話かけずり回ったらあるんですよ。どこにでもいっぱいあるんですよ。桃小肉だろうが何だろうがあるんですよ。だから信用しないんです、ほとんど。どっかにあるんですよ、誰かが持ってるんですよ。それを倉庫を探して探してあったんですよ、経験があるんですよ。だからここへ来たあの業者の方が、桃小肉はこうこうこうで輸入量が発生して何々がどうんちくんですよ。やってましたから、関係ないから探してみたらいいんじゃないって言ったら、いやいやこれは違います、ないですって言うんですよ。で私はあるって言ってるんですよ。であの人もずっと言ってるんですよ、絶対にあるって。お米でも何でもあるって、隠してるって、なかったもどっかにあるって、間違って保管してる可能性もある、ないっていうのはない、ないって思ってやった方がいいって言ったんですよ。だから毎回こんな話をしてるんですけど、あの人最近私に言ったのかしら、お米はあるんだよテレビで言ってたって言うんですよ。ずーっとじゃあ私今までに永遠に言ってきてることは、私が言ってる話っていうのはあれ聞いてなかったってことなんですよ。私ずーっとあの人と結婚してずーっと、私が営業してる時もずーっとこういうことありえないよって話を永遠にしてても、近くにいる本人ですら信用してないんですよ。だからお米はあるんだよって私説明するんですよ。まあその説明したかったと思うんですよ、自分が知ったことを教えたかったと思うんですよ。ありがたいことなんですけど、私はそういうの分かってます、ずっと言ってます、これでも言ってます。だけど身近の人もメディアとかいろんなの聞いて、私が言うこの YouTube で言ってる話を聞かないのに、ここで私がいろんな喋ってても意味ないのかなって反省させられました。母ちゃんの一言でお米はあるんだって言ってました。あの人も賢くなってますよ、賢くなってるけど、前からずっと私は言ってます。目で見て確認しない限りは、何の話しましたか、何からでしたか、ね、うちの親父ですか、その織田信長が、あ、そうですね、そこも戻しましょうね。織田信長とかいろんなものを見てないから、江戸時代のこととかわからないのに、その人尊敬するには私はいかないって話でした。また飛んで飛んでわからなくなってくるんですけど、思い出しました。だから親父を尊敬します。だけど言っときますけど、尊敬っていうのは産んだから、親父だから尊敬してるだけで、いろんな意味で言ったらですね、悪い点もいっぱいあるんですよ。なぜか言いましょうか、私1年ぐらいずっと言ってるじゃないですか、ここで親父のこととかいろんなこと、家庭のこと言ってるじゃないですか。たとえ倒れてようが何してようが、あの人に力があれば私のところに来るじゃないですか。長男だったら長男にもこうしなさいってことづけするじゃないですか。全くないじゃないですか。だからダメなんですよ、あの親父。だからここでこう言うとまた怒るを狙ってるようにも思いますけど、私の説得で親父がいいみたいな受け取り方をしている人がいるんですよ。違います、それは違います。なぜかって言ったら、人間はこういういい手もあれば悪い手もいっぱいあるんです。なぜかってあの人は母親の言いなりです、昔から。だから私よりも母親です、子供よりも母親です、女房です、子供のことなの。ちょっと思ってただ私が思ってるだけです。私が思っていい親父だなって評価してるだけです。でもあの人から私は評価してません。なぜかって言ったら、倒れた時に次男が来た、次男が可愛がった、次男はいいやつだって言ってるらしいですよ、みんなに言ってる。だから何をしない私は最悪だって言ってるみたいです。でその証拠にここへ来ないじゃないですか。
で、何も耳に入らないじゃないですか。こういう愚痴は言いたくないけど、そういうふうに受け止めた方がいるんで、あ、訂正しておきます。いいとは限りません。私はいいとは言ってません。例えばそれで、ね、死にかけようが何しようがどうだ、自分が親父だったらでしょ、私が父親であれば、自分の子や孫とか自分の奥さんとか全ての人間に俺はこうだった。見てみてさ、あのね、森永哲郎さん、森永哲郎さん見てください。自分は癌になって死にかけている。子供にいろんな、次男にはおもちゃをやろう、長男は自分の仕事を全部任せてる。今あれですよ、ガッチリとかにも出てきてますよ。長男全て自分がやってた土俵に上げてきてるんですよ。素晴らしいじゃないですか。自分の死に様ってそうじゃないですか、人間って。それが素晴らしい、尊敬する人間なんですよ。私はそうでありたい。だけど今やってることは本人ができないかもしれません。できないならできないなりに誰かがやるべきでしょ。その誰かっていうのを、その周りの人たちもバカなんですよ。親族イコール全員バカなんですよ。誰もやらない。毎回言ってるじゃないですか、私ここで。これはなんでこんなことを言うかやったらバカにしてるわけですよ。自分の墓穴っていうか、それをさらしてるわけじゃない。だからもしこれを聞いてる人がいたら、自分はそうであってはいけませんよっていうお話をしてです。もういいです、私の家庭のことなんかは。どうでも。ただそれをテーマに、テーマっていうか、それを題材にして、こんな風に受け止めて、いろいろ提案したら、いろいろいい話で、こんな風に評価してもらって、評価するのもいいですよ。それは親父は素晴らしいですよ。あの、学問もなく、いろんな、みんないつも言ってますよ。大学行かして勉強させてくれて、優しくて、人間優しさってですね、優しいですよ。みんなが優しいって言うんですよ、うちの親父。優しさはバカですよ、私に言ったら。で、優しさって何にもできない。優しさって簡単じゃないですか。私優しくないじゃないですか。難しいですよ、優しくないことするって。優しいのは誰でもできますよ。こうやって墓穴っていろんなこと言って嫌われて生きてくってめちゃくちゃ大変ですよ。でもそれを見てる人たちは優しさでは得るものはないんですよ。何にもないです。優しいがためにあの周りはみんな優しさで優しい人間集まって、なんかこう逆に一人は浮かされてるわけですよ。それがいいことですかっていうことですけども、お前はなんかあんまり面白くない話ですよね、これ。ああ、つまらない話になってきました。もういいんですよ、うちの家庭のことはもう どうにもならない。もうあれはどうにもならない。もう何にもならない。ネタにもならない。ネタ、あるネタやってっていくがために私は動画が減っていってます。再生数も伸びなくなりました。見る人も少なくなりました。ただ見る人も少なくなりましたけど、見てる人たちにそういうふうに思われたら嫌だなと思ったわけです。思われないですよ。一生懸命生きて子や孫とかいろんな人にまんべんなくできないと、自分のことだけ考えてるとこうやって墓穴を掘りますよってお話をした方です。なんかあの言いたいことがあったんですけど、なんかここに連れてってまた私の悪いのでですね、それってきました。こっから楽しい話をしてきますよ。前のことは忘れてください。まあそれは忘れてくださいじゃなくて、そういうことです。はいを取りました。はい、それでですね、もう終わりました。あの話はもう何にもならない。皆さん聞いてると申し訳ないです。本当にずっと言い続けても何にも変わらない。変わらないもの一生懸命やってる私もバカです。でちょっとですね、全く別に話を変えますけども、 YouTube やっていく上で、まあ、動画を出さなかったり出したりとかいろいろ私言ってますけども、なんで出さないのかなって、なんでこう登録人数伸ばしてるのにやらないのかな、作戦なのかな。作戦いらないんですよ、 YouTube やってる。私昨日いろいろ見てたら、一斉さん4000万人見てました。ジュンジュンワールドさんも1000万人いってるし、気まぐれクックさんも1000万人いってますし、まあ2000万人、3000万、純也さんは3000万売れてます。かなり伸ばしてきます。世界に行ってます。世界で伸ばしてます。そのことからですね、いろいろ勉強してたんですよ。どうしたら微力な私でも自分の動画をどうやったら良くするのか、いつも常に考えるんですよ。これはあの考えて伸ばそうっていうわけじゃないです。考える自分がもう生きてる中で考えていく、こうだああだ考えていく、何かをこう同定しようで、大切なこと言うの。大切っていうか、私が気づいた大切なことですよ。あの人たち、難しいこと言ってないんですよ。ホリエモンさんとかひろゆきさんみたいな素晴らしいことも言ってないんですよ。だって、海外ですから。ジンジュワールドさんも言ってないんですよ。それと、一番気づいて大事なことですよ。皆さんが YouTube 作るようになったって。まあ、若者たちが YouTube 作るようになったって。
あの、その YouTube の勉強してるんですよ。どうやったら楽しいかって勉強してるんですよ。特に一斉さん、あれものすごい勉強してますよ。お前最初の頃見てると YouTube を世界に向けてどうやって楽しく表現できて、どうやって YouTube 見てるんですよ。世界の YouTube を見てるんですよ。楽しい、なんかこうユーモアの YouTube 見てるんですよ。だからガンガン伸びてるんですよ。もう止まらないですよ。どんどん4000万まで行ってトップになってますよ。最初ジュニアさんが一人でやってたんですよ。で、そこへ来て、林さんとかが来て、料理でどん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 スキル上げてて、ザックさんとかと戦いながらやってるうちに、突如気づいた時に、一世さんですかね。一世さんが4000万いったんですよ、私。今、昨日気づいたんですよ。で、見てたら、クオリティ上げてるんですよ、やっぱり。楽しいんですよ。楽しいクオリティで、みんなを取り入れてるんですよ。まあ、あっちが真似したのかもわかんないし、世界のもの見てるんですよ。だけど、結局やってるのは一緒ですよ。ジュンジュワールドさんも、ジュンヤさんも、みんなやってることは一緒なんですよ。松崎の人々たちが一緒なんですけど、一世さんずっともうずば抜けてます。で、何が言いたいかって言ったらですね、私ジジイなんですけど、 YouTube 作る若者に一つだけまあ悩んでる方とかいっぱいいると思うんで、簡単に私が説明するとですね、難しい言葉とか学のある言葉とか勉強したりとか YouTube でなんか学校をやって先生になる必要ないと思うんですよ。例えば魚釣りをやりました。魚釣りの指導をします。魚釣り指導できなかったり釣れなかったりしたら、文句言われる、ひるんでいく。例えば今ラフテーをやってる、いつも例年ラフテーを食べている。この食べ方は美味しい、作り方はこうだ、こんなものを作る、ラフテーに特化しよう。やってないですよ、一世さんとかジュンジュワールドさんとか。今見たもので楽しいものをどんどんやってるだけです。で、そこにはですね、一番大事なこと、漫画ないですよ、漫画。漫画っていうかですね、あれないですよ。まあ、ジュンジュワールドさんたまにピカチュウ出しますけど、一世さんにですね、ドラゴンボール私見たことないですよ。ドラゴンボールとか、ワンピースとか、一世さんがやってみたけど、あのリカちゃん人形かなんか、ジェニーちゃんかなんか、ファビーちゃんか、何なんですかね。あるでしょ、外国の。あれのパンツは見てますよ、いつもこう、あの人。バカみたいに、面白い。いつも、またね、パンツは見てますよ。パンツ見てるのか、何見てるのかわからない。それ見ててぶつかったりしますよ。で、私あれやろうかな思ってるのはですね、あれなんかやった時に針線するんですよ、バーンって頭で。うちの母ちゃんも私が何か言った時にやめろって言ってそっぽ向くじゃないですか、怒って。あの時に針線で頭バーンって殴らそうかなって賛成してる思いました。針線バーンって、針線棒だと思ってますよ。どうせ分かんないですよ、針線なんか分かんないですよ。バーンって叩くんですよ、一世さんの頭をバーンって。面白いですよ。だからそこへ見て、難しい言葉、ワンピース、漫画を読む、一切ないですよ、あの人たち。動画を見てて、動画の中でどうクオリティよく上げて、動画どう面白くするか毎日考えてると思います。で、くっつける作業とか、例えば一番簡単なので言ったらですね、何かを掴むんですよ。何か掴んでが、また何か掴んだ時、二つになるんですよ。はぁーってびっくりして、どんどんやってくるんですよ。そしたら、助けた人間が二人になるんですよ。で、その後自分もわーってびっくりして、何か掴んだ時に消えるんだ。まあ単純なことなんですけど、これ松崎の人々とかもみんなやってるんですけど、同じことやってるんですよ。世界であれが通用してるんです。あれを見るべきなんですよ。あれを見てワンピース見る。ワンピースも大事ですよ。小田栄一郎さんですか。私ワンピース好きですよ。あんまり分からないけど内容は好きです。なんか昨日も誰か一生懸命ワンピースの話で配信の人でやってたんですよ。やり取りしてたんですよ。それもいいことでありますよ。で、明日はワンピースの野田クリスタンがさん全部わかるようにやるって言ってました。見てください。明日の朝ラジオで言うって言ってます。ワンピース知りたいんであれば全部説明するって言ってましたから。考察のいるんですよ、考察の人が何人か来るんですよ。そこにドロピーザさんとかは前来てましたけど、そういう人たちが来るんですよ、考察する人が。その明日はラジオです。だけど一世さんないですよ。上行ってますよ、儲かってますよ。だから難しく考えずに YouTube 作る人は、自分はそれだとでラフテー食べて上に行ってるかもしれない。私が言える口じゃないけど、私は言える口じゃないですよ、確かに。ただ見ててそう思ってできてる人たちがちょっと休んだり自粛したりしてるのを見てると、した方がいいんじゃないかなと思っただけです。私が言えた口じゃありませんよ。突っ込む方いると思いますよ。ただ素直に受け止めて、ジジイが見て、観察できるジジイが見て、私のこの顔であれをやった、私の一世さんみたいにやりたいんです、本当は。ただ言い訳ですけど、なんかこれちょっと今でもそうピピピ押してるんですよ。だから儲かったらやりますよ。私も行きますよ、一世さんみたいに。どんどんやりますよ。
なんかそういうのを見て、もっと楽しい、YouTube は楽しいもんだと思いながら取り組んだ方がいいと思います。休んでるのはもったいない。なんで休んでるのか。それを休んで仕掛けてるのかもしれませんよ。休んで、休んだ貯めた部分でみんながなんだ、心配してたよ。あーって登録増える。狙ってるのかもしれないですよ。あると思います、そういうのは。言いませんよ。考えるべきですよ。一斉さん見てください。純也さん見てください。ガンガンやってますよ。純純ワールドさんとかもやってますよ。そういうのを見て、簡単に言えば双方を考えたらいいと思います。最近あれですね、ナイスマンも休んでるときは何なのかなって思ったりもします。みんな休んでます。なんで休んでるんでしょう。私は休んでませんよ。伸びなくなります。確かに伸びてます。見抜き方も少なくなります。いいんですよ、私は貯金なんで。貯金っていうか、私の財産なんで。動画は。私の財産を作りました。今日も一個作りました。さよなら。